皆さんのカンセルロールの動画見ました。あれ何も、なんかすげえ再生数いってたよね。なんか、レオマリックの切り抜きかなんか僕も見ましたけど。なんかあれですよね。自分が自分じゃなくなってる感覚ありますよね。切り抜きチャンネルとかで言ってると。まあね、僕の場合は、うん、切り抜き、ていうかまあ90分の試合がね、この生配信で、切り抜きがハイライトみたいな感じだからみんなハイライト見るよね、そりゃ。 田監督普通ですね。うんまあ、全然違うだろうしね、マネジメントが。マネジメントがもう8、9割ですからね、サッカー監督は。もあれだけ経験のある方ですからね、なんか期待してないってい意味じゃなくて、なんか期待してるってちょっと上から目線の空気感じですじゃないですか。なんで、僕いつも期待してますかって言われると、まあ、若手の選手とかにはそういうのさらっと答える時あるけど、期待してるってより、ね、こう、こう、こうでこうなりますねって答えるんですけど、青森山田をそこまで見てないのと、町田、ゼルビア、藤田さんのね、 アベマがボタになってるチームだから、それは変な人事しないだろうっていうところでね、なんかこう、今後サッカー界ってたくさん話題になれるようなチームになる可能性が高いですねっていう、そういう感じですね。